校内高瀬石仏をイメージしたイラストの描かれた駅名標南大分駅は、大分県大分市栄港3丁目にある九州旅客鉄道久台本線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは構内踏切で連絡している。駅舎には新聞販売店が併設されている。かつてはコンビニエンスストア、生活列車を併設しており、店内に改札口や待合室があるタイプとしては全国初であった。コンビニが閉店した後はギフトショップ、シャディサラダ館を経て朝日新聞の販売店になっている。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅。マルスはないが、ポス端末が設置されている。また、簡易型自動券売機が設置されている。IC カードSUGOCAは出入場とチャージのみ対応。1965年度には乗車人員が295,304人、降車人員が296,192人で手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は203,296人、降車人員は205,83人であった。1日平均乗車人員の数値は各年度版大分県統計年間による年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。かつて駅周辺は田んぼが広がっていた。現在では駅の北には団地、南側には大石町などといった住宅地が広がっている。ありがとうございます。